大磯屋8月の臨時休業をご案内いたします。こんにちは、大磯屋けんちゃんです。7月半ばを過ぎて間もなく8月という季節ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。熱中症等にかかってないでしょうか。大変暑いので水分をたくさんとって夏を楽しみましょう。はい、ではですね、弊社の8月の臨時休業を、ご案内させていただきます。8月の、11日火曜日に、臨時休業をいただきまして、11日火曜日、12日水曜日のこの2日間の連休をいただきます。これがお盆連休の代わりとさせていただきますので、はい、この前後に焼きそばの大量注文と、ご入れの方は前もって連絡をいただいて、ご相談をいただけるとありがたいです。それではどうぞよろしくお願いします。